おどころは、江戸幕府の役職の一つとされていたもの。職務は、五条後の管理、全国の囲碁騎士の総括など。自社奉行の管轄下で、定員は1名、50国20人縁おめめ以上。囲碁家元である本人坊家、井上家、安井屋、林屋の4、家より選ばれ、就任するためには、名人の技量を持っていなければならない。 徳川家康が以後を愛好したことなどから、将棋書よりも上位に位置づけられていた。漢文2年に、以後、将棋が自社奉行の管轄下に置かれるなど、幕府の政治機構の整備に伴い御方の正式な、長が必要となった。そのため漢文8年10月18日、幕府により、安井産地を御所に任命したのが始まりである。各家元は、この五所の地位をめぐって、 争い後、政治工作などを展開させた。水戸藩主、徳川成明、老中、松平公認、寺社奉行なども巻き込んだ、本因坊竹家は、井上原安隕石による構想は有名であり、天保の安藤として知られている。また各藩においても、後期により録を受けた者をこ所と呼ぶこともあった。こ所の起源は、天正16年に、 豊臣秀吉が時の第一人者であり、名人の故障を許されていた、本因坊三差に二十国二十人口を支給したことなどの五内衆の専業化が始まるところにある。続いて、幕府を開いた徳川家康が、慶長十七年に、以後、将棋の強者である五内衆将棋衆八名に放録を与えることとした。その筆頭は、以後、将棋の両方において、 本因坊三差で五十国五人淵であった。明治三十七年間の安藤乳、在院段層では、この時を五所の設置としている。ただし、この書は正確な歴史書とは言えない。また増川光一五では五所の発祥の転生説、継長説とも否定されているほか、慶長十七年段階では、個人の芸に対する評価としての淵であり、 接収の概念も未だ発生していないという。これ以降は、三佐と、その後を継いで、現那九年に名人となった、中村道博士が、事実上の小内州の投了閣となっていたと思われる。しかし、マスカ一によると、この時期にはまだ、名人、小所、将棋書いずれの名称も存在していないとして、自分たちの権威を上げたいと考えた、以後か。 将棋家の者たちによる伝聞を元にした創作だとしている。マスカワ一、将棋にでは、家元への家録が発生したのが1635年、将棋雑誌が自社奉行の管轄下になったのが1662年とされており、マスカワの後では5どころが発生したのも、同じ1662年頃とされている。歓迎7年の道、広氏の死後、その地位をめぐって、 本因坊三越と安井三越が争いを行うが決着がつかなかった。本因坊三越は万治元年に死去し、安井三越は名人の手合いに進むこととなり、同時に五所となった。この頃から五所という名称が公に文書で使われるようになり、後の本因坊同作へのご唱書にも五所の名称が使われている。またこの時期から本因坊家、安井や、 中村道博氏を継いだ井上家の三家二家六が支給されるようになり、後に林家も加わって家元四家となった。名人こ所不在の際は本因坊家が五家、将棋家の取りまとめ役を務めていた。また従来の囲碁師においては本因坊竹輪が名人こ所になった時について名人こ所になった騎士は乙女子として、 以降は公式の対局は行わないと描写されていたが、実際は、竹は以前の子どころ就任者について、下記のように統一されていない。ありがとうございます。